皆さんこんにちは、アンダーウォータークリエイターの重野です。まずはクラウドファンディング、皆さんご支援いただき本当にありがとうございます。3月17日現在クラウドファンディングの方がですね、374,800円、合計104名の方から支援していただきました。本当にありがとうございます。感謝しかないです。ちょうどですね、昨日三島スカイウォークさんの方に行ってきて、設営の方法だったりとかですね、展示スペースの作り方などの最終的な打ち合わせもしてきました。プリントもですね、もう全ての色構成終わって、もうあとは今はですね、作品を待つばかりというところなんですけども、本当にですね、皆さんのご支援のおかげで、かなりこだわったプリントがすることができまして、本当に納得いく作品ができたので、ぜひ見に来てもらいたいと思っています。ここまでご支援いただいたですね、資金の使い道はですね、概要欄の方ですね、報告の方しておりますので、よかったら合わせてみてもらえるといいかなと思います。ついにポスターの方完成しました。今回のですね、写真展のタイトルは Peace of Colors 駿河湾にある無限の色を探す旅ということでですね、色をテーマにですね、駿河湾のですね、豊かさなんかをこう表現をしていけたらいいなと思い、このテーマにしました。僕らダイバーからするとですね、当たり前のこう水中のカラフルさというのもですね、ダイビングをしてない多くの方はやっぱり海は青一色だと思う。で、三島スカイウォークっていう場所はですね、多くの観光客がこう来る場所なので、目の前に広がるですね、駿河湾の海ってもっとカラフルで豊かなんだよっていうのをこう伝えていくことによって、もっと海にですね、いろんな人が興味を持ってくれたらいいなと思っています。やっぱりですね、こう写真展の準備をしていく中で新しいことに挑戦するっていうのがですね、やっぱ楽しくてですね、日に日にですね、静岡だけじゃなくてもっと大きい会場、東京でもやってみたいなっていう思いが強くなってきて、あとはですね、まあ、なかなか遠方で静岡の方には来れないよっていう方もですね、声多くいただきまして、やっぱり東京でやりたいと思い、新しくですね、クラウドファンディング目標をですね、50万円から100万円という新しい目標を設定して、もう一度新たな写真展に向けて挑戦していきたいと思います。今回ですね、東京で新たに写真展ができるようになった暁にはですね、駿河湾をテーマにした今回の写真展の作品プラスですね、新たに僕が10年間ですね、世界中を潜りながら撮りためた水中写真もですね、一緒に展示していけたらと思っています。そこでですね、ご支援いただいた皆様にはですね、もっと満足いただけるように新たなですね、リターンの方を今回は追加させていただきました。リターンの一つ目はですね、オンラインでギャラリートークショーを開催させていただきます。駿河湾のですね、写真展が行われている4月の7日から5月30日まで、毎日ご希望のですね、お日にちに僕のですね、使っている写真なんかを全部交えながら、撮影の裏話だったりとか、写真のちょっとした撮り方だったりとか、この写真に込める思いなんかをですね、僕がですね、オンライン上で、まあ、お酒なんか飲みながらですね、こう語るトークショーをですね、開催させていただけたらと思います。お時間とかはですね、だいたい毎日18時から23時の、まあ、皆さんのご都合のいい時間帯なんかを考えておりますので、よかったらこちらもお願いします。リターンの2つ目は、今回写真展で利用した全ての写真の中からですね、1枚 A4 サイズにプリントしてお送りさせていただきます。その際ですね、その写真を撮ったですね、さっきみたいな撮影の裏話なんかもですね、こういう動画に撮らせていただいて、皆様のお礼も兼ねてですね、ご一緒にお送りさせていただけたらなと思っています。リターンその3はですね、これが一番今回ですね、見どころといいますか、こういったですね、僕新たにですね、オリジナルのですね、T シャツを今作っています。この T シャツですね、限定30着の販売になるんですが、クラウドファンディングでご支援いただける方限定で、ちょっと早めにですね、お届けしていこうと思います。リターン4つ目は、4名様限定でゴールデンウィークに超少人数フォトセミナーを開催させていただきます。写真の悩みだったりとかですね、こういう撮り方ってどうやるのみたいなのをこう気軽にできる会をですね、まあちょっと祝日やってほしいっていう声があったので、ちょっと限定にはなりますが、フォトセミナーをやらせていただきたいと思っています。もちろんですね、今までのオンラインフォトセミナーだったりとか、平日限定のマンツーマンフォトセミナーなんかですね、引き続き募集はしておりますので、合わせてご支援いただけるとありがたく思います。改めまして、ここまでご支援いただいた皆様、本当にありがとうございます。今ですね、準備でですね、忙しい中、こう夜遅くなったりとか、まあこの辺でいいかなって妥協したくなる時もあるんですが、皆さんからのメッセージをですね、思い出すと、もう一踏ん張り頑張ろうという思いになれたりとかですね、本当に力になっています。これからもですね、ダイビングをかっこよく、もっと楽しくっていうのをモットーに、頑張っていきたいと思いますので、変わらずご支援のほどよろしくお願いします。おしまい。